エオスサンシティとレア戦の時にデブライネがペップの質に対して黙れ的なこと言って怒ったのを知ってました。あのペップに言えるのすごいと思いました。でもいろんな意味ですごいですけどね。ただあのアンリーが言ってたのはデブライネいろんなものを抱えながらやっててすごいみたいな。家族の問題とかなんか言えないやつがあるんでしょうね。アンリーが聞いて。え、そんな状態でデブライネサッカーしてたのみたいな。そういう精神的に追い詰められてる状態のデブライネだけど別格の選手だから。 まあ、ペップが出すじゃん。だから最近、プレス緩かったりとかさ、ちょっとなんか本調子ではないじゃん。でも、それでも、仕事できるから、重要なところで、その仕事をして決めるみたいな。そういう状況だとね、ペップがいつも通りの指示してるだけでも、ちょっとイラッと来たりとか、精神的に不安定だとね、自分が調子悪いとさ、同じような状況でもイラッとしたりするでしょ。寝てないとすぐ怒りっぽくなるみたいな。それのもっと、デブライネの場合はね、ハードモードな状況なんでしょうね、今。あ、おばあちゃん亡くなってたんだ。あ、それもう報道で出てるんだ。 ガンリーのところで止まってたんでね。そうだから、終わった後もね、ペップがデブライネ抱きしめてたけどね。もう、その、試合出れるような正直、精神状態じゃなくても、まあ、デブライネに頼りたい状況だし、デブライネも出るって言ったんでしょうね。半端な選手だったらダサいけど、デブライネクラスだともうかっこいい。<laughs> まあね、ペップも、傷つけ、傷つけられ、みたいな。ーカーを傷つけ、デブライネに傷つけられ、みたいな。監督っていろんなね、シーンを経ていかなきゃいけないですからね。本気なほど人ってぶつかり合うところもありますからね。ファーストレグの前日だったんだ。ああ、そうなんだね。 ペップシティ退任するとしたらっていうのはなんかあんま現実味感じないですよね。やっぱり働きやすい環境だとね、お互いウィンウィンの関係じゃん、シティの。内側とペップの。ペップが求めてる環境を提供する側と、シティが求めてる結果を提供する側のペップとね。結局今のシティってハーランドが来たからこそ完成したんでしょうかどっちかというと守備面の補正が大きかったと思うんですが、両方ですね。そう、ハーランドが来たからこそ、 エリア外からのクロスでね、ファー側のゴールエリアのライン上で待つみたいな、ボールの精度が良かったら対応できないような攻撃の決まりの形というかね、一番武器になる形があって、それに合わせて空いてくるスペースに牛団とかも上がってくるみたいな。 あのターゲットになれるような、そこで点決めれる、絶対決めれるみたいな選手はいなかったわけじゃん。みたいな選手がいることによって、一個攻撃で目線揃うし、で、守備の強度は落ちてないところか、上がってるしね。で、守備面で言うと、まあカウンセルいなくなり、アケが対等してきて、ルベンディアス戻ってきてみたいなのがあって、あとはストーンズの一列上がっていく形。最初、サイドバックだったけど、次センターバックでみたいな。で、後ろのビルドアップの形が、迂回経路作りつつ、ちゃんと守備陣にはフィルターになるような役割にもなって、みたいな。 両方で、少し両面で完成度が上がってきたから、まあ、シティに隙が少なくなってきたって思いますね。そう、ハーランド自体も守備するしね。ハーランド妹と仲いいんだよ。お父さんとも仲いいよね。 ハーランドは本当なんか、こう、すべてにおいて成長欲がすごいというか人間的なところとかさ、技術のところも昔はもっとさ、へそ下からボール出ちゃって玉際になっちゃうみたいなのが多かったのに、今本当にさ、へそ下にボール置いて相手突っ込んできたら逆かわしてみたいな、ちょっとぬるぬるっとドリブルできるようになってるじゃないですか。そう、だからできることどんどん増えるタイプだから、三笘とかトトと似てると思うんですよね、本当に。必要なことに向き合って成長していくみたいなね。あとあれですよね、ハーランドばっかりやっぱ注目されるけど、ユリアンアドバイス取れてるのでかいよね。 で、今日見たやつだとね、やっぱグバルディオル、ね、やってるみたいな。いやー、本当にね、補強とかきちんと話し合えて、ストレスなく監督が監督できてるチームってね、少ないと思うんでね。そういう、ちゃんとした組織に成り立ってるみたいな。スターリングが言った通りね、完全なるボスがいて、言うこと聞かないやつを干せるようにしなきゃダメだみたいなね。完全にペップのことだからね。スターリングがね、歩いてきたクラブで、そこしかないからね。可愛げないですよね、他のチームから見たら。まあ、そうですよね。 でも、その、いかに可愛げないチーム作れるか、みたいなところですからね。それで言うと、スターリングとかね、あと、フェラントーレストもそうだけど、シティは売り方うまいよね。だから、本当中のビジネスする人たちがうまいんだと思うな。やっぱね、買うのうまいより、売るのうまいチームってすごいなって思うんですよね。だって、自分のところで、ああ、もういらないかもなっていうのを、他のところでは欲しいって言わせなきゃいけないわけですから。もういらないかもなっていうのがバレると、え、いらないでしょただでちょうだいってなるから、普通の人って。これ着るんだよ、まだつって。いや、ちょうだいよ。じゃあ、1万円ならいいよ、つって。みたいな。 このやり取りをうまくできるって結構センスの部分あると思うんですよね。ビジネス学んでるとかでそうなんないから。犯に悲しまれたいなんて辛いけど最高な形ですよ。そうそうそう。だってこれがね、あと1年残ってね、いいチューバーの選手来て、例えば海星とライス来てジャカも残っちゃいましたってなった時に、ジャカが悪いプレイして、いや、海星を使え、ライス使えで、ジャカ早く出てけ、みたいな。そのパターンあるでしょ邪火海星とライスってあるか分かんないけど、今までそういうパターンめっちゃあったじゃん、どのチームでも。 そうならない。ちょうどこうするのって。多分みんなが、キャリアモードとかフィアのゲームやってても、いや、この選手もうちょっと早く対談させたかったなとか、絶対出てくる。ゲームですらあるんだよ。人の感情が全然出ないゲームですらさ、補強放出失敗するじゃん。やっちゃうでしょうん。でもうアーセナルは、それを人の感情とか、いろんな人のね、欲望を渦巻くこうビジネス界でさ、ってわけですから。すごいですよね。普通のベストなタイミング、ファンの間で賛否分かれるぐらいの時期はベストって誰か言ってる。そうそうそう。セルヒオ・ラモスとかそうですよね。 頭の部分先日でカバーされてたスターリングとかフェラントーレスとかあんま成功してなくてそれがヨケシティの商売上手引き立ててる気がするうんそうだねえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうよそっとごでしたバイバイ<タッ> <heroin>